皆さんこんにちは。野木田教授の YouTube チャンネルへようこそ。ちょっと声が小さいんですけれども、なんでかっていうと今自分の部屋にいるんですけれども、YouTube1 年間の特別企画として私の研究室を大公開したいと思います。ということで、なんでねこんなことをやろうとしたのかというとですね、最近ですね、MacBook Pro、MacBook Pro ですかね、M1 Mac を買ったんですよ。ということでですね、でしかもなんで立ってるかっていうので、ちょっとこれ自慢になるんですけれども、僕のこう、オフィスをちょっと紹介したいなと思います。ということでですね、ちょっと待ってください。これどうやればいいんだ。こうやって、これ私の部屋なんですけれども、見えますかね。でちょっとこれを反対側にするにはどうすればいいんだ。これ反対できないのか、ということで、ちょっと今から、カメラの方を、変更させてみ、ます、これでですね、ここの部屋が僕の部屋なんですけれども、最近ねこのなんか立って作業ができる、机を買ったんですよ。でこれ優れもので、ここにこうノブがついてて、これでこう下げたり上げたり下げたりできるんですよ。よしよしよし。で疲れたらこうやって下げればいいということなんですよ。でですね、これなるべく健康のために普段はこうやってちょっと上げて、立って、やろうかなというふうに思ってます。それでですね、これが僕の新しい M1 Mac なんですけれども、MacBook Pro なんですが、ここにねこのモニターがめちゃくちゃいいんですよ。このモニターがね、もう全部揃ってて、電源まで全部入ってくるということで、やってるんですけれども、あとねこの、ストリームデックというのがあってですね、これでポポポッと操作して、すぐいろいろなものを変えられるようになってます。でこれなんかゲーマーが使ってるらしいんですけれども、ゲーマーじゃなくて、十分こう仕事に使えるなということで、例えばね、いきなりその私のホームページをこう押すと、ちょっとこう、自分のホームページが出てきたりするんですよ。こうやって、自分のホームページが出てくるでしょ。あと UQQU プロジェクトっていう九州大学とのプロジェクトがありますけれども、このホームページもすぐパコッとこう出てくるということで、すごいこれ使い勝手がいいなと思ってるんですけれども、ただねこれ設定するのがめんどくさいんで、いろいろ設定しないといけないんですけれども、設定はまだできてないので、設定ができればすごくいいかなということで、ここ1週間ずっと立って仕事してるんですけれども、立って仕事するとね結構疲れが出てくるんで、途中でも座って、仕事をするということになってます。であとですね、これちょっとお見せしますけど、これ九州大学の、箱崎キャンパスの、応用力学研究所の、黒板から取った、時計ですね、というのをここに置いてます。であと、この前買った赤色の、白衣、赤い白衣、真っ赤なブルーだということで赤い白衣も、持ってます。であとですねこちらの方は、いろんな賞を取ったやつをここに、並べてるという、まあ、けん玉もありますけどね、けん玉は私下手なんですけども、まあ、けん玉もあるということでこういうふうになってます。でこの箱は何かというとですね、これ金相写真とかを見るための、顕微鏡、普通の顕微鏡の古い箱なんですけれども、この箱も、ちょっと取っといて、ちょっと貧乏症なので取っといて、中にいろんなものを入れるということをしてます。でそれからですね、私の自慢はこれ、もう亡くなられた、レオナルド・ホーガン大先生がいるんですけれども、その大先生の残していった、机用の、これですね、引き出しですね。でこの引き出しの中、を、名刺入れとかにして使っています。ということでですね、これが新しい私の、嬉しいですね、このこういうやつが来て。で、M1 Mac なんですけれども、この M1 Mac で、普段は
こういうふうに大きな画面で使うことにしまして、出張に行く時とか、別の部屋で、話し合いがある時とかは、このままこう引っこ抜いてこれを持って行って、やるということを、するようにしてますということなんですけれども、あとねこれ今この撮ってる、iPhone のこのチャージャーですね。でそれとここに名刺入れがあるんですけれども、この名刺入れも、自分で作った名刺入れですね。この、UQ のロゴを、鈴で、キャスティングで作って、でそれでこういう名刺入れを作っているということです。あとこれは筆箱 でこれが、ちょっと日本語英語翻訳の、辞書ですね。ということで、こういう風な感じで普段はやっています。ということで、ちょっとねこれ結構ね個人でねいいところなんですよ。でちょっと外を見せますけれども、外がこういう風に、なってますね。でこういう風になってて、こちらがこうなってるということで、実はねこのアドバンスエンジニアリングビルディングの一番こういいところを、陣取らさせてもらっています。ということでですね、これちょっとこちらの方に歩いていくとどうなってるかというと、この、ドリーバーみたいなところがあるんですけれども、これ私の写真ですね。水素吸蔵合金を 発明というか発見した時の、話です。それであとこれ私のセンターのロゴの入っている場所で、あと UQ 給油プロジェクトの九州大学のオフィスのロゴもここにあります。ということで今回は特別1年間 YouTube1 年間の特別企画ということで私の職場を紹介させていただきました。それではまた。